明日の中京シリウスステークスを。シリウスステークスなんですが、中京の 1900m ダートっていう極めて特殊な条件で行われるので、逆に狙いやすいかなと。やっぱり特殊条件なので、はい、そんなに年間頻繁にオープンクラスのレースなんて組まれてないので、馬によって得意不得意が結構分かれると思うんですよ。なので逆にこのコースこの距離の適性を探っていくと僕は答えに近づくかなと思ってるんですね。でダートの 1900m ってものすごく少なくて京都か中京でしかないんですよ。やっぱりなかなか難しいんですけれど、古来からこの距離を死ぬほど得意にしてるジョッキーがいて、でそれがね、岩田康成ジョッキーなんですよ。岩田康成ジョッキーの 1900m ダートの連帯率勝率が他の全てのジョッキーの倍以上あるっていう、異常に得意としてるんですよこの距離を、はい、なぜかということをいろいろと考えてみたんですが、結論が出たんでまずそこから話をしてみようと思うんですね。でダートの 1900m ってコース形態的に言うと向こう正面から4コーナーにかけてずっと下りなんですよ。3コーナーから4コーナーにかけて、で大体外外回した馬は遠心力で大外吹っ飛んで、一旦前に並びかけるように見えてもそこから全然伸びなくなるんですね。そこまでの負荷がかかりすぎて、はい、だから勝ちパターンっていうのは内々を回って足を貯めて3コーナーから4コーナーの下りで動かず一番内をつくか、ないしは馬群の外へ持ち出して直線の中ばからいきなり刺すっていう、このレースをした馬が有利なんですよ。内を刺すことに命かけている岩田ジョッキーの手綱さばきになぜか合うのかなと思っていて、あーなるほどです。第2位に実は似たような距離を持つ競馬場が他にあるんですよ。1870m というコースをメインコースにしている競馬場が園田なんですよ。なるほどです。園田競馬場ってめちゃくちゃ小回りの競馬場なんですが、だからといって向こう正面から一気に動くと最後止まるんですよ。そこのだから仕掛けポイントがすごく重要になるんですが、その1870m で何度も何度もリーディングを取り続けてきた岩田ジョッキーがはひょっとするとこの馬ってこのぐらいから追い出したら1900持つっていう感覚持ってんじゃないかと思ってるんですよ。さらに園田ではナンバー2のジョッキーだった岩田が断然人気の小牧を刺すために常に内々を回って刺すっていうレースを心がけてきたっていうのもここに結びついてくるのかなっていう気がするんですね。中央に来てからは断然評価は逆転して小牧さん帰っちゃいましたけど、でもやっぱりそうやって腕を磨いてきた岩田さんの内へのこだわりと1870m前後の距離における追い出しのタイミングの長年の試行錯誤が彼の1900実績を飛躍的に高めているのかもしれないと、このような結論に達したんですよ。そこで1枠1番という逆に言うと絶好の枠を引いたマギノアレグリアス、これを本命にしようと思います。あのね、息子もうまいんですよ。っていうかお父さんが教えてるんだと思う。身近に名コーチがいる状態なんだろうと思ってるんですよ。だって別にここまで言ってることが間違ってるわけじゃなくて、この岩田康成ジョッキーのたどり着いた秘伝が岩田未来にどうも受け継がれているっぽくて、岩田未来もダートの1900うまいんですよ。親父直伝だと思うんですよ。そりゃ息子には教えるでしょう。だいたい息子も1900ってどうやって乗ったらいいんだっていうのは1870のプロに聞くでしょう。そういう意味で僕はこれ岩田未来が引いた1枠1番もいい枠だと思うんですよ。というわけでお父さん安成直伝の仕掛けポイントを存分に生かして明日重賞勝ってもらいたいなというふうに思っていて、ここは萩野アレグリアスに20丸を本戦で打ちたいと思います。相手なんですけれど大外のハピーですね。何よりもこれがね 1900m を3回走って全部2着に持ってきてるっていうのが選球がどうも得意っぽいんですよ。なんでかなっていうのがよくわからないんですけど、ハピーに関しては。でも中京コースも2120なので多分中京コースも得意なんですよ。はい、でなおかつ 1900m も得意なんですよ。じゃあハピーが重賞勝つとしたらここしかないじゃないですか。まして安城鬼に境なので、おそらくスッと内に潜り込んで内の中段くらいで足を貯めて、はい、直線で外へ持ち出して追ってくると思うんですけれども、までの中京コース実績を見るとそれで十分に通用しているので、あとは安城堺ジョッキーの手腕に期
きたいということで、ここはだから1か8かで、1枠のアギノアレグリアスと8枠ハピーの2頭をピックアップして、本命はアギノアレグリアス、ここをハピーで予想をお届けしたいと思います。当然相手としてはオメガギネスということになるんですが、もう1頭5番バンヤールですね、この馬はやっぱりダートの眺めがいいので、やっぱり母父のブライアンズタイムの血が生きてんなって感じがすごいするんですけれど、というわけで2頭1番とハピア15か馬田裏表から3連単2頭軸マルチで2番から5番へ、5番来たらもうちょっとつくんじゃないかと思うんで、はい、というわけで、まあ、このレースは1番15番本戦対抗で、相手2番5番の2とピックアップ、はい、終わりたいと思います。わかりました。では土曜日重賞のシリウスステークスなんですけども、萩野アレグリアスを本命に置いて、まあ、シリウスステークスの方は終わらさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。